どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか鵜飼斗志郎でございます。さて、えー、今回やっていくのはですね、えー、前,回前回と前回というか、まあ、同じくですね、えー、同時視聴でございます。えー、スクミツ探偵の事件簿ケース展、えー、異世界魔王、そして殺人の解決編でございます。えー、問題編。 は、え、以前見てますね。えー、再生リストがあるんで、そちらからご覧ください。さあ、そして、えー、解決編。えー、こちらもね、あの、本編動画に関しましては、スピンネ・ギズミルースさんのチャンネル。下記概要欄の方にリンクの方貼っておりますので、そちらから一緒に動画見ていきましょう。えー、俺多分魔法剣士的なやつが犯人だと思う。えー、ということでね、えー、見ていきましょう。えー、なんだっけ。まあまあまあと、とりあえずちょっと名前はごめん。あのこの後出てくるわ、きっと。 あいつだと思う。あの、俺の推理はとりあえず、あの、問題編見てみてください。まあちょっと答え合わせいきましょう。5秒前。5、4、3、2、1、スタート。常識の通用しない世界では、常識ほど邪魔なものはない。ならば捨ててしまえばよい。それだけのことですよ。え、えー、 あー、エルシャール・レイトン。レイトン教授出版する。それもなんか俺いずれやりたいと思ってんだよな。レイトン教授シリーズとかさ。スクミズ探偵の事件簿。シュピネスさん、そういうシリーズも好きなのかなもしかしたら。いやー、好きだろうな。絶対。こういう謎解き系が得意な人は。解決済み。さあ、見ていきましょう。 じゃあちょっと僕と一緒に犯人探して。あこれ真ん中の真ん中の人真ん中の人。おが犯人だと俺は思ってる。とりあえず。うん。そうそう、ソナルペソナルペ。ああ。はい。うん。 ほうほうほうまあまああの扉のやつかうんうんまあ風のそううん うん、まあなそうだよねということは扉の外側にいる人間は無理だと、うん、はいはいはいうんうんうん そうだねそうだね、うん、そう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 うんうん、うん、まあまあまあうん。 はい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 いそうだねそうだねそだかにいたからなうんうん、うん、神々しいなあこれ催眠魔法をかけたのはこれルディズさんが 一番近い人間うんそうかそうか共犯ということはそれが成立するわなああうんなるほどうんうん あーなるほどななるほどな確かに確かにすげえ繋がってるわちゃんとうんうん となると、残りの二人が怪しい。うん、う,う,うん、うん、うん、うん。 あー蘇生されることを前提にしてるってことかなるほどああなるほどあれ、うん、なんか矛盾してんな。 あ,あ,はあはははあ,あその魔王を地下室に閉じ込めるためのロープか。 はあ、ななあなんか今ピンときた今ああうんそうそうそうこれがだから はそれこそ犯人だってことでしょうんああうんそれはミスリルの鎧をつけているから おううん、うんまあそうなるよなそこはなんとなく分かったのよ。 <laughs> 一人一人一人頑張って話に連れていこうとしてるだからこいつは犯人じゃねえうん、はあ,あやっぱそうだよねうん、はあ、はいはいはいうん うん。うんうんうん。なる、なると、となると。うん。うん。 あーなるほど。うん。はい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 。うん。と同時にケルベロスも消えると。うん。 うん、えじゃああのロープは何なんだそしたらこう氷つかせておいたって言うんだったら <laughs> ほう。 はいはいうん、あなるほど。 まあまあまあそうなるわなああ,あ,あなんちゅうこと言う <laughs> まあまあそれはちょっと俺も考えたようん 鎧かだよなそこが一番っかったんだ俺的にはそれはミスリルの鎧を着ていたからうーん あーやっあやな、まあ。うん あーやっぱそうだよねやっぱここが鍵になると思ったんだうんうわお あやっぱロープはやっぱりこもう魔王を拘束するために使ったってことかどちらにしろああ,ああすごい俺珍しく俺しまあまあほぼ当てたわなだよなだよな、ね、やっぱ鍵はそこだと思ったんだよ俺ああ あまさか。いややめろやめろやめろおいおい <laughs> ありやおい <laughs> やっていいこと悪いことあるだろう <laughs> なバカなななんてことをもっとさこう <laughs> ああ。ああ あ怖本当は全員殺して俺だけあだからエクラドの剣がやばいそのことをすっかり忘れていたよ いやー本当そうね <laughs> <ん> <laughs> あここはうわー <laughs> なんかすごく見たことがある <laughs> あれなんか伏線回収的なことやってるもしかして。 これ一番のやつやん。確か。ああ、すごいわ。いや、パチパチパチだわ、これは。なるほどね。いや、すごい。なあ。<laughs> ひへーすげえわ、マジで。いや、でも、犯人やってました。敵中やったぜいや、嬉しい。いや、大満足でございます。あれこれでジエンド。あ、終わった。あー、楽しかった。え、これで本当に終わりっぽいね。え、でも、あと30秒ぐらいあるけど、まあいいか。 とりあえず、まあ、あの、最後まで、えー、クリアすることができました。いや、いや、クリアすることができましたってか、犯に当てました。定使収です、うかいとうしろ。やったぜ。まあ、肝はな、だからその、なんだろう、うもうちょっとトリック狙えると、なんか、いけるところまでいけたな惜しいところまでいってたところあったよな。そこも当てて初めて、一番気持ちいいんだろうけどな。まあ、とういうことでね、じゃあ次回もちょっと、あ,あの、まだまだね、えー、次回作あるんで、そこもしっかり、えー、当てていきたいと思います。 目指せ全問正解ウカイトウシロでした。またね。